中村大輔 VS 山本そら。ただいまより本日の第14試合ラジン MML 68キロ契約マッチを行います。青コーナー180センチ67.70キロ、13戦9勝4敗、北海道札幌市出身、 PFC 初代フェザー級チャンピオン、ファイティングネクサス初代フェザー級チャンピオン、北斗のグラップラー山本赤コーナー176センチ、67.80キロ、53戦32勝20敗1分け、東京都足立区出身、第7代ディープライト級チャンピオン、雑草魂優柔寺中村まさ。この試合は第一 MML 各ラウンド5分の3ラウンド制で行われます。なおこの試合の勝者には住宅情報館株式会社様より勝利者賞が贈られます。ただいま中村選手の攻撃がロングローブになりました。回復を少しします。再開します。
脇だけ使って。ナイス、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 
はい、
バランスだよ。おそらく1分経過だよ。呼吸しながらね。考えろ。やってきたことあるだろう。ここに一番やってきたよ。落ち着けろ。いいんだ。呼吸しながらいいんだ。焦んだって。ありがとうございました。
上手だった。判定の結果をお伝えします。ジャッジ豊島、赤中村、ジャッジ松宮、北海道から来ました山本空です。今回の試合も正直、勝った気はしてないです。判定で勝つのは自分の、いや、世界最強という夢は叶わないと思ってるからです。ただまたやりたいです。次は一本 KO 絶対します。今日みたいな試合は絶対しないです。もっと強くなります。このライジンに出てる誰よりかも絶対強くなるんで、応援お願いします。今日はありがとうございました。以上です。皆様、山本選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。